スーパーマリオメイカー100人マリオチャレンジ難しい、ステージ6からですねやっていきましょう。さあどんなコースが待ち受けているのか。前回ステージ5すげえいいコースでしたよね。回転ジャンプで飛べ。うお、ここ OK。 あ、ちくわだったのか、気づかなかった。ヨッシーか。ほっ、一回こう行ってこうか。いや、てかこう行けばいいんだ。へい、これ持っていくんだろうな。反応しないと。あ、やべ、これはやべえやつだ。蓋をして、いや、スピンジャンプでいけるよね。かぶって。これなんだろうね。お、またでっていうか。こうかな？こうか。いや、ちょっと無理だな。よし、連れてきたかったけど。さだまさし、なんか、パタパタみたいなやついたな。これでも逆ベルトだからな。届くか。あ、スピンジャンプだった。来た。無理だな。あ、いや、乗れた。ナイス。噛みった。さあ、だる。うわぁ、どうなんやね。よいしょ。あぶね。結構、やっぱ最初も全然死ぬな、まだ。まだ全然死ぬわ、最初で。これ、むずいな。クッパファイヤーがね、厄介すぎるんだよね。お、いけた。いけるんだ、これ。しょうがないね。これはしょうがない。ヨッシー残す方が大事だろ。よし。よいしょ。よいしょ。OK。いやー、めっちゃ取られたなー、木。ちょっと無駄に取られすぎましたね。これは、今70機くらい、75機くらいでもおかしくなかった。下手だったなー。ステージ7行きましょう。だいぶ、ステージ6で時間取られちゃったんで、7、8で終わりかな。ディフィカルト。ファイヤー、ファイヤーになれるんすね。危ね。こうなって、あー、いや違うかな。これさ、持ってけるよね。しょうがないな、これはしょうがない。持ってかなくて大丈夫なやつでしたね。よかった。こいつふわふわすんのか。倒すことはできなさそうだな。ピーか。無理か。う、食らった。どうしよっか。困ったもんですな。やべ。オッケー。ピー持っていけなかったのがまずそう。4択？まあ、右飛びってことはないだろうな。一番右から。なんか正解っぽいな。一番右で正解っぽい。これは飛んでいくんだろうな。そうっすね。ゴール見えた。お。ほ。はい。違うな。こうだな。クッパファイヤー。あ、これはあれだね。バネ使って、あのドア入ってくださいねだね、これは。こうだな。OK。で、右に繋がってて、これきついな。
当たる？そっちで当たったか。入る。これに繋がってて、ゴールだ。さあ、ステージ8。多分これがラストになると思います。持ってこうね、持ってこう。これは被ろうかな。じゃあこれ持ってこうか。いつでもこれが使えるようにってことですね。キノコ一応取ります。持ってかれそうだな。あー、取られた。しまったな。大丈夫かな。なんでもねえのか。キノコもう持ってけなくなっちゃったけど、大丈夫かな。はい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 。あ、いける。あ、なんで今の。これあれなんだね、別に何でもいいんだね。持ってくのコーラでもいいんだね。ただでっかい状態になれないのか。やっぱメットかぶってくのが良かったですね。こいつ持ってきます。今度こそ、今度こそ。はい、被弾してもいいんだもん。オッケー、よし。意外と奇数やばいからね、確実にクリアしていかないと。じゃあ今回はこれで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。すげえすげえ、マシンみたいになってる。おお、これはすげえわー。